よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。今回からヒーローモード戦やっていこうと思います。なんだこれ。おう、これはなんだ。意味なし。さあ行くぜ。こんなんどうでもいいんだよ。これね、ちゃんとね、こうやってしたらね、ちゃんとね、ガードスルーになってんだよ、これ。すげえ。どんなに早く動いても、めっちゃガードしてくるんだよ。で、落ち着いたら、こう戻るとね。ふん。はいえめっちゃ早い。早かったな。さあ行くぞ。今回も多分前回と同じような感じだと思いますよね。多分ね。またなんか銀のナマズ、金のナマズやったっけがどっかに落ちてるんじゃないか。こうマップがね、見づらくなってるのか。前回のやつはあれだよな。下の画面に、よいしょ、下の画面になんかね、マップとかできたんだけど、今回はね、X でね、ちょっとね、画面見ないといけないから、ちょっとめんどくさいな。まあ、見てる人はわかりやすいと思うけどね、さあ、やってくぜー。多分またどっかにね、隠しアイテムがあると思うんだよね。隠しアイテムの名前はさ、あ、地図か、地図、地図。ミステリーなんたらね、ミステリーなんたらも、今回はしっかりやっていきたいと思いまーす。よーし、また前回のようにこれ探すのめんどくさいんだよね、正直。よいしょ。で、前回、どうしたっけ？よいしょ。どれぐらい？な、これ。どれぐらいに何個ぐらい上げてたかは覚えてないんだよね。さっぱり、自分が何を言ってるかさっぱりわからんけど。とりあえず、まあ、よいしょ。よいしょ。あれ？よいしょ。なんだこいつ。あっち向けや。あな、こいつ。あっち向けや。はボムさ、やったらあっち向くんやねえの。くっそ、こいつ。ふざけてやがる。よし、オッケー。よいしょー。チェックポイント。どこに地図があるかが問題なんだよな。まあ、地図は後で、全部回収ということで、とりあえずクリアしよう。まあ、見つけながらが一番いいんだけどなぁ。な、こうやってやるとあれな、ラチェット&クランク思い出すな。ラチェット&クランク知らない人多いだろうな、今の時代。超面白いんだよ。こういう風に武器をさ、いっぱい使ってね、敵と戦っていくというね。うわぁ、やりづらいぜ。敵置くね。あ、なんか、威力が弱いとあれだな、スタイリッシュにいけんな、スタイリッシュに。クールテリュー女王全然違うわ。なんとか女王になれんわ。ああ、めっちゃ。インクのあれなくなる量が早いな。ねな、これな、ずっとやっていくとな、3D 用意していくんだよな。これ対人戦だとな、合間合間に休憩があるけど、ヒーロー編はね、連続でやるからね、休憩がないから、めっちゃ 3D 用意するんだよな、ね。だから、1日1本ぐらいのペースで上げないとダメというね。あ、ていうか、ファイアーエンブレムが、もう、あれなんだよな。終わっちゃったんだよな。どうしよっかな。他になんか、いろんなゲームのジャンルしたいから、今回恋愛アドベンチャーゲームの、ときめもやってるから、全然壊れんじゃん、これ。あ、これ地図？ちげし。ときめもやってるから、そうだな、格ゲーかもしくはシューティングゲームやりたいな。格ゲーはね、二人おらんのは面白くないしな。けどな、一人でね、こう極めるっていうのもね、実際やったことないんだよな。だからちょっとやってみたいんだよな。おいしょ、オッケー。だいたい対戦ゲームは友達と対戦して終了っていうのが本来だったけど、もう本当に極めていくん、コンピューターボッコボコみたいな。で、いざ対人戦になるともう、コンピューターの動きについていきまくってめっちゃ、すげえことなってるみたいな感じをね、出したいんだよ。ただそんなこと言ってからボコボコされるんだろう。あんまりな、格闘ゲームしないからな。やったとしたら、あれ？ストリートファイターぐらい？あ、ファミコン時にしかも。だからもう今のやつ全然やってないし。わあ、全然壊れんな。よし、オッケー。なんだこれは。いくらか。いくらボックスやな。
あーしょいしょいしょいしょ。地図どこにあるんかな、さっぱりわからんわ。あ、なんか全然スタイリッシュ、おお、そう。なんか全然なんかあれだな。こう、わーっていけんな。よし、オッケー。いや、久々の、久々だからな。3日ビリギリだから。ほい。あ。よいしょ。よし、オッケー。あれ？これなんか二つ行く道があるけど、なんかなん？ここなん？あ？あ、チェックポイントか。なんだよ。普通に飛ぶところかと思ったわ。よいしょー。あー、地図見つけてないなー。あ、あれ地図じゃないか？あ、マジで？あ、くそ。あれ地図っぽいなー。よいしょ。やっぱ最初のステージは簡単だな。よいしょ。でしょ。うわー、もう操作がやっぱ下手くそなんだよな。もう止まってるやつにも当てれないという。おビリビリ聞こえるぞ。これクリアできるんじゃないか、もうすぐ。うわっしょい、気持ちいい。おお、うわー、おおおおおおお、上何があったかわかんねえ。あ、くそ。ボムね、あんまり得意じゃないんだよな。よいしょ。よし、オッケー。でもね、コメントでボムをね、あ、サブをね、しっかり使った方がいいですよっていうコメントがあったからね。で、ちゃんとね、サブをね、使っていきたいなとは思ってるんだけども。よいしょ。オッケー。いかんせん難しいんだよな、これ操作が。未だに操作慣れないんだよな。いろんなゲームはしてるけど、こういうのだけはね、マジでね、お、これな。あ、まか。あ、スペシャルか。で、これ、使い方分かってるからな。はい、オッケー。ミサイル強い。ミサイルとチャクラの強さは異常だからな。あ、ま壊れたし。普通にあんま壊れたし。こんな難しくないのに。なんだこれ。あ、びっくりした。イェーイ。スペシャルゲットー。よいしょ。あ、ミスった。あ、ミスった。ミスりまくりやな。いけ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 。ねえ、こいつだ。よいしょ。あーし、オッケー。仕掛け、使う。全然使えんぞ、あれ。よし、オッケー。ねえ、これ、いくらか。いくら。いいね、いくら。いくらボックス。あー、最近いくらタックってな、いくら丼とか食いてえな。よし、行くぞ。あー、電気まず来ちゃったよ。じゃ、地図は裏で取っておこうかな。よいしょーっと。うわ、7分。結構時間かかったな。普通に時間かかったな。やっぱまだ最初は簡単だな。もっと難しいかと思ったけど。でもな、最初はな、こんなもんだろ。多分2つあるんかな。2つあるんか、もちろん。まあ、やるけど。取るけど。あとはどうなるんだと。これでかな。これまたなんか、いくらもさ、あ、いくらでなんかパッとできるんかな。あ、なんかできるぞ。あ、なんもできんぞ。何やここは。あ、ここかよ。なんだよ。そうだ、フェンスいけるんだったな。全然わからんとは。なんか囲まれ刀剣、なんか別の方向から行くんかなと思ったら全然違いやないかい。バカな。それではやっていくぜ。マジですげえ時間かかったな。よいしょ、完璧。よいしょー。はい、1個で十分。ささっとクリアするよ。よいしょ。いいね。いい操作性。俺がな。おら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 。よし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 。おら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 。よいしょ、いや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 。よいしょ。いけ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 。おら！来たー。よいしょ。おいね。いい。気持ちいい。これはなんだ、あ、いくらね。いくらボックス。さあ行くぜ。ほい。よいしょ。さあ行くぜ。こんな俺はいらん。
よし、ギリギリ。ギリギリだったな。ギリギリだったぜ。ほい。あ、くそ。意味ねえし。あ、なんか割れたぞ。ああ、これインクか、インクアーマーか、やったぜ。こんな後ろにインクアーマーがあるなんて。よーしゃ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 。ファイヤー、オッケー。ファイヤー、オッケー。さあ行くぜ。なんだこれ、関係ねえわ。さてさて、この上の部分も、取っていくよ。この後ろになんかあるんじゃね？あ、これ絶対なんかあるわ。あ、これ見つけちゃった？見つけちゃった？見つけちゃったぜ！やった、普通に見つけた。完全に怪しかったけどな。よいしょー。おら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 。あー、無理。あ、あー。こんなん見つけやすいわ。こんなん落ちるわ。んにょ。よし、オッケー。あー、もうこいつ嫌い。あーし、いけいけー。やばい。喋ることがない。必死になって喋ることがない。もう操作性が、こんなか、マリオ RPG のカブトムシを見つけるところみたいな。あい、マイナーすぎてわからんか。マイナーすぎてわからんか。よし、行くぞ。実況してるんだけどな。よし。あー、ちょい待てー。オッケー。行くぞー。チェックポイント。当てだ。前回掃除するやつこれね、めっちゃ嫌いなんだよ、俺これ。無邪の仮面の雲みたいな、ジッチ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 みたいなするやつ。そんな感じのやつだからな。めっちゃ嫌いわ。音が嫌いだもん。なんやこいつら。ふざけやがって。おら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 。はっ。マジか。届かない。よし、オッケー。オッケー。あー、待ってー。お、なんかある。やったー。あー、違う。飛ぶところかい。少なもねえし。あー、イクラー。僕にイクラをください。イクラちゃん！あれ？あー、こっちから行くのか。あ、めんどくせえ。あ、これめんどくさい、塗るの。もうちょっと範囲広くなってほしいな。で、これ、イカじゃねえ、イクラの、強化ってどうやってするんだろうな。よいしょーっと。よいしょー。よいしょー。スーパーチャクラいいね。これチャクラの使い方がね、ようやく分かったからね。真の使い方がな。おら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 。ほっ。せいやー。オッケー。あ、まだいるの。こうね、ボムをしっかりね、使う練習しとかな。何？あ、全然違うとこ行った。めんどくさいでござる。よし、オッケー。ジャンプポイント！なぜチャクラを勝手に使った？ふざけるな。よいしょー。あれ、今回1回のステージ長いかな？そんなことないか？わからんか？わからんな。てかもう1日、もうこれ発売して、すぐもうこういうストーリーモードクリアした人いるんだろうな。絶対いるわ。間違いなくいるわ。お、最終チェックポイント！オッケー、オッケー、オッケー。おーい、気持ちいい。相手に壊される前に行く。よいしょー。よーし。うまい。うますぎる。これなんどうすんだ。あー、これぶつけたい。オッケー、うー、いい、気持ちいい。いいねー、このボーリング感覚。ディスガイアで言ったら、あれだな、プリニー爆弾だな。わかる人少ないっちゅう。よっしゃい！ゲットー！お、今回5分か。なんか意外に、時間かかってないな。探す方の方が時間かかってるかもしれないな。やばい、酔ってきた。もうきついもん。もうきつい。もう一個のさ、やつ何なんだろうな、この。なんかありそうだけどな。あ、もしかしてさ、これは取れてるの？取れてないよね。そりゃそうだよね。ステージのやつかな。右上の、タコツボってか、なんだ、なんとかの、落とし子のやつの形みたいなしてる、なんか、貝殻みたいなやつ。あれは、あれなんだな。
ステージ用とこういうダンジョン系で分かれてるんだろうな。何に使うかさっぱり分からんけど。で、これいくらな、めっちゃな、いるからな、これ。な、これ。ほい、スタイリッシュ。よいしょ。よいしょ。足遅えな、しかし歩くの。あ、いた。直撃食らった。よーし、おーい、あの、気持ちいいことしてくれるね、これ。すごいね。おーっと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 。よいしょ。あーん、よし、オッケー。なんや、貴様。殺されたいんか。死ねえ。あー、待ってー。よし、オッケー。よいしょー。よいしょー。届かない、くそ。ふざけやがって。あー、めんどくさい。どこだ、どこだ、どこ濡れるんだ。あ、全然濡れるじゃないか。そこら辺でいい子、よかったし。よいしょ。よいしょー。オッケー、へい。あ、なんこれ。いや、いくらかよ。よいしょー、よいしょー、かっこいい。いけー、チェックポイント。ピョン、オッケー。おー、怖、危ねー。え、なんこれどうしたらいいの？あ、ね、止まるんかい。すぐ止まるか。止まらない、いけない中に、オッケー。オッケー、危ねー。いや、しかし、なんもないな。やっぱ結構簡単な設定になってんのかな、今回のは。それともただステージが簡単なだけで、位がわかんないとか。いやー、しかしこのカメラ操作本当になれんな。うわー、くそ、届かんし。よし、オッケー。あ、くそ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 。マジくそ、マジくそ。よし、オッケー。あー、邪魔だよ、邪魔だよ。よいしょ、よいしょ、オッケー。くそ、オッケー。よーし、なんだこれ。あー、まあ、いらねー。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー。さあ、飛ぶぞ。そんなありかよ。ふざけるなよ。3、2、1、チェックポイント。よーし、いいぞ。じゃ、こいつぶっ壊して。おーらら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 、これ、これ、これ爆弾使った方が早かったの？落ちたし。ふざけんなし。下手くそか。まあ、これ結構難しいぞ。ぬーよし。オッケー。ここは気合のね、ここは気合の連打だな。よいしょー。かっこいい。おー、ソニックみたいにできるんやん。おー、すげえ。よいしょ。インク使った後ね、この、インクじゃない、ボム使った後のこのインクの消費が激しいからね、俺ボムあんまり使わねえんだよな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おーいしょー。なんだこれ。あ？これなん、どうやって動かすの？全然動かんない。全然動かせんやん。あ、でもこれあれやね、前みたいな、ああ、あれやね、あの、新要素のスペシャルが使えるようになって、ああいい感じだけど、全然使い方がわからんな。なんか、ルカリオのさ、スマブラの技みたいな、ああ。波動の力とか言って、ばあーああふざけやがる。あ、なんだこれ。ああ、クソ濡れないじゃないか。あにゃ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 。よし、オッケー。波動の力、波動の力、よし、オッケー。波動の力、オッケー。なんだ、この扉がいっぱいあるところな、ようなところは。あーにゃ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 。全然、おー、死ね、早く。よしよし、オッケー、あー飛べよ、イカ。飛べ。あ、しかも、はどこだ、どこだ。あ、どこだよ。あー、これで飛ぶんか。そう、めんどくせえな。あ、くそ。ああ操作がもう、操作がゴミ。こんなで対人戦勝てとったんだからすげえよな。よいしょー、もう、親指がさ、カメラの 3D スティックに当たってさ、めっちゃ動くんだけど、とぅやばいな、これ。
下手くそすぎるだろ。よいしょー、オッケー。操作しづれんだよな、正直。よいしょー、よいしょー、あー、やんだー、あー、操作性難しいな、やっぱり。スプラトゥーンの最初の Wii U でやるときも、あー、今だー、今いけ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 、ご利用した。Wii U でやるときもな、すげーね、グダグダだったからな。で、今回のはさらにね、グダグダだな。やっぱ十字キーじゃない。ボタンの下に十字キーがあるのは操作しづらいっすわ。けど、操作しづらいけど、慣れたら、なんか、スプラトゥーン強くなるんだろうな、みたいな。想像はできる。というところで、はい、次回ボス行きたいなと思っております。で、こういうね、こういうやつ、立つの落とし子みたいな形のやつと、地図は、裏で、まあ、やっておきたいと思います。そこのね、シーンはね、見せようとは思うので、まあ、次回お楽しみしてください。というところで、今回はここまでにしたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。